XTR は株式会社シマノが開発、販売するマウンテンバイク用コンポーネントである。1992年の発売以来、同社の提供する製品群の最高位に位置し、クロスカントリー及びトレイルレース向けの最高級コンポーネントとして提供され、技術、素材ともに妥協のない設計がなされている。発売当初は、 ラピッドファイアープラスと発足の組み合わせであった。パーツが持つ基本的な機能は他のグレードのパーツと共通しておりスプロケットも急速であるが、チタニウム素材をふんだんに投入し妥協のない軽量化が特徴となっている。一例を挙げれば、チタニウムとアルミニウム合金を素材に用いた XTR グレードのリアハブ軸および急速スプロケットの 合計重量はわずか 494g である。一つ下のグレードでスチールアルミ合金による同車性レース向け軽量コンポーネントで折れ、XT が 633g であるのと比較した場合、この部分だけで 140g 近くも軽くなっている。フロントハブには通常の10ミリ軸100ミリ幅のものに加え、ダウンヒル用 MTB によく用いられる。 より強度の高い2 0ミリ軸1 1 0リ幅のものも用意されている。ブレーキは V ブレーキ及び油圧式ディスクブレーキが用意される。V ブレーキはブレーキシューがリンクを介して平行に移動するパラレルリンク式である。油圧式ディスクブレーキについてはクロスカントリー OMTB に用いられる1 6 0ミリディスク。 ダウンヒル用 MTB に用いられる203ミリディスクに加え、フォークロスレースなどより大きな制動力が求められる場合に対応した180ミリディスクや、よりコントロールしやすく、また軽量な140ミリディスクも用意される。最高の性能を追求したグレードであることから、相応に効果であり、同一部くらいのバーツで比較した場合で折れ、XT のそれに比べ、 二から三倍の価格になるものもある。完成車では、定価40万円、50万円クラス以上のものに採用される。2010年8月、XTR シリーズのフルモデルチェンジが行われ、型番を M980 とする新シリーズが発表された。先に、デオレ XT、SLX に投入されていた、ダイナシスと称する、クロスレシオ10速化が行われ、同社が、 それまで積極的に推進してきた MTB 向け STI レバーとローノーマルリアディレイラは完全に廃されている。また従来のもっぱらクロスカントリーレース向けを中心とした製品構成から軽量化を重視したクロスカントリー向け製品と強度を重視したトレールオールマウンテン向け製品の2つの製品群が設定されたことが特徴となる。 XTR のシフトケーブルの装着励行かな。XTR グレードのパーツの中では、手の届きやすい価格にあるのがブレーキおよびディレーラ用、ワイヤーセットである。XTR グレードのケーブルにはコーティングがなされており、抵抗の少ない、滑らかな動作をする。そこで、デオレからターニーまでの回グレードのパーツを組み付けている MTB でも、このワイヤーセットに交換するだけで、 操作感が向上する。もっとも、費用対効果の高いチューニングの一つとして愛好者に、知られている。シマノ XTRM980 シリーズ、シマノバイクコンポーネント、バイクシマ m a n o c o m 2019年8月15日閲覧。シマノ XTRM9000 シリーズ、シマノバイクコンポーネント、バイク .simano.com。シマ 2019年8月15日閲覧。XTRM9100 シリーズ。島のバイクコンポーネント。バイク島の .com。2019年8月15日閲覧。ニューテックマイケロスプライン。バイク島の .com。2019年8月15日閲覧。ありがとうございます。